今日は親子丼を作ります。お米を研ぎます。お米を壊さないように素早く優しく研ぎます。水の色が半透明になるまで何回か続けます。水はしっかり測りましょう。炊く前に20分待ちます。鶏肉は骨を取って一口大に。玉ねぎは5ミリ幅にスライスしましょう。調味料はこちら。お水、お酒、みりん、醤油、ほんの塩を少し入れます。沸騰したら玉ねぎを入れます。玉ねぎが煮えたら鶏肉を入れます。鶏肉が煮えるまで少し待ちましょう。卵を溶きます。沸騰させてから卵を流し入れます。卵はそっと優しく入れましょう。卵を少し残すのがポイントです。残りの卵をかけたら、完成です。詳しくはクッキングクラスで。ご視聴ありがとうございました。